四号艇、赤坂俊介選手です。よろしくお願いいたします。よろ、はい、お願いします。えー、まずは準優勝戦振り返って、感触の方はいかがでしたか。まあ、悪くなかったです。はい。まあ、現状の船足、こう、気に入っている部分などはありますか。えっと、バランスは取れてます。はい。気になるところなどは残されてますでしょうか。ええと、ちょっと回転が足りない時が、うん、ええと、ちょっと。 単に違和感があるので、はい、そこは気になりますね。はい。ま、はい、序盤からの推移という点ではいかがでしょう。えっと最初の方が良かったですね。はい。明日の優勝戦日当日の作業はどのようなことをイメージしていらっしゃいますか。えっと、まあ、回転を上げる作業をしようと思います。はい。え明日優勝戦は四号艇となりましたがコースを含めレースイメージいかがでしょうか。えっと、まあ、動きがあると思うので。はい。 まあ一応枠は主張するつもりではいます。はい、はい、えー、そして今節スタートなんですが、ご自身との感能比較はいかがでしょうか？えっとまあ、ちょっと届いてないですけど、まあ、しっかり準優勝戦は行けたので、明日も期待ですね。はいえー、それでは地元での優勝戦です。最後にファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、失敗します。